ロヒール・ファンデルウェイデンによる黒い家の紋章、1460年頃、アントワール・ヌ・ィッセイと黒い黒い家のかつての持ち場の一つ、使名城黒い家は、ベルギー、フランス及びドイツの上級貴族の家系。ピカルディ地方のポンテュー伯爵領に起源を持ち、ブルゴーニュ公爵家に仕えて、有力貴族として頭角を表し、南ネーデルラントの周総督を、 数多く排出したほかフランス、スペイン、オーストリアの諸国の国政にも重要な役割を果たした。ベルギーでは現在でも最も身分の高い貴族家門の一つである。クロイケの加盟が初めて史料に登場するのは12世紀前半のことである。クロイケの系譜を遡ると、1287年に結婚したジャック・ド・クロイとその妻のマルグリット・デレーヌが、 現在の黒池と血統上の直接のつながりが、確証される、最初の先祖である。ジャン・一世、セイ・ド・クロイは、ブルゴーニュ公爵家に、官房長として使え、1397年には、黒池領の中核となる使命の領主となった。その長男アントワーヌ・一世、ド・クロイは、オークロイの異名で呼ばれ、妹のアニエス・ド・クロイが、ジャン・昔孤高の愛人だったこともあり。 フランス宮廷とブルゴーニュ宮廷の双方に強い影響力を持った。彼は1426年にルルーを獲得し、1429年には結婚を通じてアールスコートを手に入れ、1455年にはポルシャン伯爵となった。黒池のうち、アールイコールアーブル系統トとルーケ統は、アントワーヌ一世の二人の息子、フィリップ一世とジャン三世を、それぞれの子孫とする。 一方、ソルル系統は、アントワーヌ一世の弟で1473年に、指名伯爵に助せられた、ジャン二世、と黒いお師祖とする。黒い木の三つの系統は、他の領主家系と、同じく家領と称号を、一族内で保持することに不信し、俗内婚を繰り返した。着形である、黒いアールカでは、神聖ローマ皇帝カール五世の不育係だった、ギオーム二世。 ドクロイが1518年に、スペインのソリア公爵くらい及び、ナポリ王国のアルキ公爵くらい、1519年に、ネーデルラントのアールスコート公爵位を手に入れた。そのおいで、後継者のフィリップ2世、ドクロイは、一族の重要な書領となるアーブルを入手し、さらに1534年にはアールスコート公爵に昇爵した。彼は、クロイソケのシャルル1世、ドクロイの、 娘アンヌド・クロイを最初の妻とし、義父から指名校くらいを相続した。フィリップ二世とアンヌド・クロイとの間の孫息子で第四代、アール・スコート公爵シャルル三世とクロイは1598年にフランスのクロイ公爵に助せられた。シャルル三世が子供のないまま死ぬと、アール・スコート公爵位は彼の妹の嫁いだアーレンベルク家に、クロイ公爵位は 重帝のシャルル・アレクサンドル・ド・クロイにそれぞれ相続され、クロイ・アール家は絶えた。クロイ・イコール・アーブル家は、クロイ・アール家から出た文家で、フィリップ2世、ド・クロイと、その2番目の妻アンヌ・ドロレーヌの息子で、1594年に、スペイン領ネーデルラントのアーブル公爵に助せられた、シャルル・フィリップ・ド・クロイを子祖とする。その息子、 シャルル・アレクサンドル・ド・クロイは、重慶・シャルル三世よりクロイ公爵位を相続した。クロイ・コール・アーブル家の男結は1684年、シャルル・アレクサンドルのおいエルネスト・ボジスロード・クロイの死により断絶し、クロイ・ルー家が、クロイ公爵の地位を受け継いだ。しかし、アーブル公爵位は、シャルル・アレクサンドルの一人娘マリー・クレール・ド・クロイに引き継がれており、 彼女は黒い素家の男性との結婚によって黒イ,イコールアーブル家の加盟を存続させた。マリー・クレールは1627年にスペインをフェリペ3世によりアーブル公爵に少女された。しかしこの家系も1839年には断絶した。黒いルー家はジャン3世と黒いに始まり竜白爵位を保持していた。1684年 ルー・ハクシャク・フェルディナン・ガストン・ド・クロイは、クロイ・コール・アー・ブルケの断径が絶えたことにより、クロイ・公爵位を相続した。しかしその孫息子が1767年に、後継者のないまま死ぬと、クロイ・ルーケは断絶し、クロイ・コーシャクは、クロイ・ソケに渡った。クロイ・ルーケは、オーストリア軍及び、ロシア軍の元帥となったシャル・ル・ウジェーヌ・ド・クロイを、排出した。クロイ・ソ家は、ジャン ドクロイに始まり、諸系統の中で唯一現在も存続する家系である。ジャン2世の孫息子の第3代使名白爵シャルル1世、ドクロイは1486年に神聖ローマ帝国の使名公爵に昇格したが、息子がなく、使名合意は同族の娘婿であるフィリップ2世、ドクロイが相続した。一方、クロイスヤ自体は、甥いのジャック3世、ドクロイが継いだ。 ジャック三世は結婚を通じてソルルその他の領地を獲得し、その息子の代にソルル伯爵位に除せられ、1677年にはソルルくら位に昇格した。1767年に黒井公爵位を相続した後、黒い家の当主は黒い家が長い歴史の中で蓄積した数々の称号と莫大な財産の多くを集めていた。 第8代黒い公爵アンヌ・エマニュエル・ド・クロイは、フランス革命中、公爵家の居所を妻の実家の領地だったドイツ、ベスト・ファーレン地方のデュルメンに移した。アンヌ・エマニュエルの息子の、第9代黒い公爵、オーギュスト・ド・クロイは1803年、帝国代表社会議主要決議に際して、ライン川両岸地域の領地の割譲と引き換えに、ミュンスター主教領の一部デュルメン白領を保証として、 割り当てられた。デュルメン伯領は1815年にはドイツ連邦の売身化された領地となった。1825年、黒池は当主に限って諸公家の殿下の継承を使うことを許されたが、1833年までにはすべての聖員がこの継承を使うことを許された。また1854年からは、プロイセン王国の貴族院に世襲の議席を持つことになった。 黒い木の人々は1919 19年まで、ドイツにおいて、全員がこうし、こ女を名乗る資格を有していた。ジョルジュ・マーチン、イストワール・イジーニー・アリジー・メゾン・デ・クロイ、HGMC、2002、ありがとうございます。